皆さんこんばんは、ST48 小島愛子毎日アイドル1000日達成記念特別配信が始まりました。イエーイ、パチ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 、ありがとうございます。今手元にですね、iPad があるので、いつも通りコメントを読みながら、ギフトとかも見ながら配信ができるということなので、皆さんたくさんお願いします。はい、皆さんこんにちは、 ST48 の小島愛子です。ということで、はい、今日はちょっと特別に1000日の記念ということで、このスタジオをお借りして配信させてもらってます。イエイイエイイエイ、めちゃくちゃ可愛いです。もうここに来るのがもう私にとって夢だったというか目標だったので、はい、来られてすごく感動してます。イエーイ、はい、じゃあちょっと気になるコメントを見ていきたいと思います。おめでとう、ありがとう、遊びに来たよ、ありがとうございます。高画質愛子最高ありがとう。そうなんですよ、ピンマイクまでつけて、おめでとう、ありがとう、はい、おしゃれ、ありがとうございます。ちょっと今日のためにお洋服とか髪の毛とか巻いてみました。この間私のお家で1000日を記念する配信したんですけど、今日は改めて企画も含めてお祝い配信をしていけたらと思うので、皆さん盛り上がっていきましょうということで、番組説明をしたいと思います。この番組は毎日アイドル1000日達成を記念して、1000日間応援してくれた皆さんにたくさんお礼をさせていただくためのスペシャル配信です。なんとショールームさんのスタジオからお届けしています。最終ランキング、最終ユーザーランキング上位3名の方にはサイン入りチェキをプレゼントします。エンディングで出演者が読み上げた順位を最終結果とします。私が読み上げた最終順位の結果が、ランキングの 中の上位3名の方になります。時間ギリギリでのギフティングは順位に反映されないかもしれないのでご了承ください。はい、ということでですね、早速なんですけれども、皆さん準備はいいですか早速なんですけれども、まず一つ目の企画、1000日記念アバター選び、はい、毎日アイドル1000日達成を記念して、ショールームさんに小島愛子オリジナルアバターを作ってもらうことになりました。はいありがとうございます。今日はそのアバターのデザイン候補を2個考えてきたので、皆さんの意見を聞きながら最終的にどれがいいか投票で決めていきたいと思います。ということでですね、まず私のデザイン、考えてきたアバターデザインを発表したいと思います。一つ目がこちらです。じゃじゃーん、これはですね、私自分のイラストです。愛子字のイラスト、自分の顔なんですけど、これにタオルを乗せてます。このタオル乗せてるのはですね、私が愛子字温泉っていう言葉をちょっと作りまして、まあ、それが何かっていうと、なんとか沼、〇〇沼ってあるじゃないですか。それだとなんかちょっとドロドロしてるような印象を与えちゃうので、もう温泉、なんとか温泉にして、もう居心地が良すぎて出られないような状態を愛子地温泉って言ってるんですけど、まあ、その温泉といえば頭にタオルを乗せたら結構分かりやすいかなと思って、自分にタオルを乗せています。はい、これが一つ目です。はい、どうですか皆さん、愛子地温泉、結構私の配信をいつも見てくださってる方は分かると思うんですけど、はい、頭を押さえつけられると噂の、そうです、その愛子地温泉から出ようとすると、もう出させないように私は結構毎日圧をかけているんですけど、はい、これが、まあ、一つ目の
アバターデザインになります。結構シンプルかな、わかりやすいですかね、どうですか、みんな的にはどうですか。いいね、ありがとう。かわいい、今のところかわいいっていうコメントが、あ、でもあったいいね、あ、かわいい、あった、ありがとう。どうですか、色は一応ね、あのほっぺ、両ほっぺ、あのちょっと赤くなってるんですよ、一応のぼせてる状態にはなってます。ほら、こんな感じ、これはアイコジです。はい、これが1つ目になります。で、次2つ目はこちらです。どどーん可愛くないですか。これはですね、なんとですね、私の本当に思いつきで作ったキャラクターなんですけど、これは何ですかって言われても私もちょっとわかんないんですよ。なんかアバターどうしようって考えた時に、これ一応なんか青となんか紫がなんか混じったような、ちょっと紫とまではいかないけど、なんかそんな色なんですけど、なんかこのこじるんるん、なんかこのキャラクターはすごい今まで私が出してきてなかったので、みんなうんって感じだと思うんですけど、なんか可愛いので、まあまあまあアバターとしてはありなんじゃないかなって思って2つ目これにしました。これも結構シンプルといえばシンプルなんですけど、はい。で、なんだろうね、ポイントはなんかゆるキャラっぽい感じの可愛い顔してるところがポイントかな。こじるんで、ほこりですねあ、ほこり、確かにほこりかもしれない。はい、こんな感じです。で、一応なんですけど、これがベースになって、もしかしたらなんかいろいろなんか この子に体がついたり、このこじるんるんになんかアレンジが加わったりするかもしれないので、またこの投票でですね、決まった方をベースに、いろいろアレンジを加えて、それからアバターを配布したいと思ってます。イエーイ。どうですか、悩みすぎるな。どっちか皆さん決めましたか、悩みますか、悩ましい。こじるんるんこじるんるんってコメントが来てから、この子の方こじるんるんって呼んでるはい、では、はい、では投票をですねスタートしていきたいと思います。このあいこじ音声の方はですね1番です。で、こじるんるんの方が2番です。お願いします。それでは投票スタート、ゴー皆さん投票してください。お、合体バージョン、え？これとこれを合わせたアバターが欲しいってことですか。そのアレンジもでもありですね真ん中が欲しい、なるほど。どっちもね、私はお気に入りなんですよ。私自身もすごい迷ってて、どっちにしようかなって悩むよね。3日時間ください、残念ながら。あ、もう5秒前です残念ながら今日の投票で決まるんですよ。皆さんにかかってます。5、4、3、2、1、0。カン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 、終わりました。どうですか、おー、1番が圧倒的、うわー、こっちだ、1番のあいこじ温泉になりました。パチ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 、あー、すごい、やっぱり1番、
おー、かわいい？本当ですか？ありがとうございます。じゃあこの一番の愛小路温泉をベースにちょっとこうアレンジ加えたり何かを足した状態で皆さん配布するので楽しみに待っていてください。はい、そうですね、後日配布するのでまたお知らせはしたいと思います。はい、ありがとうございます。楽しみにしておいてくださいね。はい、ではでは、次の企画いきますか。次は、千日お祝いパンケーキです。イエーイ、パフパフ。毎日アイドル千日達成を記念してショールームさんがパンケーキを作るセットを用意してくださいました。こちらを作りながらトークをしていきたいと思います。はい、ではこれをちょっとどけまして、このパンケーキセットを真ん中に持っていきたいと思います。いやー、皆さん、なんで私がパンケーキを作るという企画を持ってきたかというのは分かりますか？はい、 IH スイッチオン。皆さん分かりますか？なぜ私がパンケーキを作ることになったのか。はい、消毒をします。コメント欄を見てみるか。好きだからでしょ。愛小路の日の初回にやってた得意技。そうなんですよ。はい、私はですね、パンケーキをきれいに焼くっていうのが特技だったっていうか、まあ、今も特技なんですけど、なんとですね、ショールームを始めたばっかりの頃に、ありがとうございます、愛小路の日っていう企画をやってて、毎月15日に何か企画配信をするってことをやってて、それで特技を披露したんですよ、結構最初の方に。だからそれはね、結構思い出深いので、また今日は千日を記念したところでやろうかなと思いました。ちょっとね、今日は綺麗に焼けるか心配なんですけど、まあまあまあ特技なんで大丈夫だと思います。うわ、これはもう暖かくな、まだ暖かくないかな。どうだ、なんか緊張してきた。綺麗に焼けるかな。鈍ってないかな、腕が。ちょっと画面消して、エプロン姿です。わーい、もう生地も溶いてくださってます。わー、なんか懐かしい、やったな、あれは何年だったっけな。もう2020年なってた頃だったかな。その時にプロフィールがまだ変わる前に、私の特技はパンケーキをきれいに焼くことだったんですけど、もう、ね、その配信で証明したので、次の年消したんですよ、その特技を。だからもう特技はもう殿堂入りってことやったんですけど、今日きれいに焼けなかったらまた戻そうかな。高くなったかな。なってると思う。よし、じゃあ手袋して、消毒した、エプロンした、手袋をしている。 OK、 ホイップクリームいい感じ。じゃあまず、待って、違う、私のあれですよ、パンケーキの作り方はですね、何も敷かないことがポイントなんですよ。油もバターも敷かない、
っていうのがポイントなんですね。そうなんです。じゃあやっていきたいと思います。ドキドキ、ちょっと多いかな。せーの、3、え、待って、3、2、1、ゴー。お、あ、いいんじゃない多分だけど、いいんじゃない。よし、これでちょっとだけ待ちます。ちょっと待って、泡なんか気泡がポコポコしてきたら、裏をちらっと見るんですけど、まだちょっと、まだですね。火ついてます。これは IH です。そして魔法をかけます。はい、あなたは綺麗になります。はい、魔法をかけたら、あ、もう、あともうちょっとですね。もう、あともうちょっと。あなたは美味しくなります。絶対おいしい。あ、待って、やばい。おーって大きい声出た。これは皆さん緊張の瞬間です。いきますよ、3、2。待って、3 あ、もう一つ、じゃあ3、2、1、ほっ。どうですか。これ綺麗に焼けてるかな。あ、でも綺麗なんじゃない。なんか、ま、綺麗ですよね。あ、綺麗、うん、綺麗だ。綺麗に焼けた。綺麗だよ。ええ感じやん。魔法すげえ。そう、何も敷かないのがポイントです。いい感じ、よかった、やった。で、あ、この裏面もしっかり焼きます。裏面はね、あの、ちょっとどうでもいいんですよ。あの、表が綺麗に焼けてたらいいんですよ。いい感じちゃう。でもいつも私火でやったから IH でやるのがね、初めてなんですけど、でも綺麗に焼けてるっぽいですよ。あともうちょい待ちます。あともうちょい、あ、パタ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 、あれ、知らない間にタワーがいっぱい立ってる。ありがとう、ありがとう。へい、そろそろかな。そろそろ多分いいと思います。せーの、よいしょ。はい、皆さんどうですか。なんかお皿と同化してるような気がするけど。え、でも綺麗に焼けた。あー、よかった。私の特技はまだ生きてました。はい、じゃあバターをね、え、バターをつけるか、うん、待って、逆やった。包丁逆やんな。危ない。ちょっと多い。バターを塗って、ホイップクリームと蜂蜜もあるから、どうしよう。まずバター、どうしよう、どうやって食べよう。
全然馴染まん全然馴染まんないけど、まあ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 、いつか解けるでしょう。はい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 、どうしようかな、どうやって食べようかな。じゃあ最初はバターと蜂蜜で食べて、その後ホイップクリームつけて食べよう。じゃあサイドにホイップクリームをかけます。あ、溶けてきた。いい感じ、美味しそう。待って、早く食べたい。じゃあシュー、あ、クマにし、あ、クマにしよう。クマ、クマにします。変更クマ鳴ってる、これ。はい、完成クマパンケーキー、見えますか？かわいい、イエーイなら、蜂蜜かけて食べます。 あ、そうだそうだ、写真を撮ります。あ、撮ってくださるんですね。はい、イエーイ。ありがとうございます。イエーイ、よいしょ。じゃあ、はちみつをかけていただけますか。はい、じゃあ食べながらトークをしていきたいと思います。じゃあみんなに質問なんですけど、結構私はショールームが面白いって言われることがスタッフさんとかにあるんですよね。どうですか、私の配信ぶっちゃけ面白いですか結構気分の浮き沈みが激しいので、そこを逆に楽しんでくれてる人がいるのかな。どうですか話しながらもうクマの顔を切っております。えい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 はい、じゃあ食べたいと思います。いただきます。いただきます。うまこじうまこじ初めて言ったうまこじおいしい。え、おいしい。普通にちゃんときれいに焼けたし、中もうまく焼けてる。やったー。うん、配信面白い？ありがとうございます。では私が面白いって聞いたら、面白いっていうコメントしか
まあ、実際受け付けてないことになるんですよ面白くないっていうコメントがあった時にはもうなんでなんで結構圧かけてみんなにはちょっと怖い思いを毎日させてるかな。どうかな。ドラマが面白かった。最近結構あの即興ドラマとかふざけたことしてますね私は。タワーがめっちゃいっぱい立ってる。そんな可愛いクマちゃんのタワーをもらいつつ、私は自分で作ったクマのパンケーキをめちゃめちゃ切っている変な笑い声出たわー美味しい。なんか本当思い出す今までを。本当にさ、千日って改めてすごいですよね。なんか最初の私のアイドル人生1年目はあれなんですよ、結構新型コロナウイルスの影響とかで自粛が多かったんですよ。なんか本当に配信に助けられた部分もあったし、本当に配信を頑張った、めちゃめちゃ頑張ってた、今も頑張ってるんですけど、あの時は配信をメインで頑張ってたって感じなので、何しようかなって考え、すごい考えてたし、よく頑張ったよ、ありがとう。え、ショールーム見て好きになりました。それは嬉しい。ショールーム配信しながらそう言われるのは嬉しいです。うん、完食する勢いで食べてる。実は私めちゃめちゃお腹空かしてきたんですよ今日。パンケーキ食べるから、このパンケーキがめちゃめちゃ美味しく感じるようにお腹を空かしてきたんです。せっかく千日の記念で作るんだから。ん？なんだと？よそ行きの配信？よそ行きの配信？何しようか、じゃあ。なんかしようかな。でもちょっと待って、本当にパンケーキが美味しいから、ちょっと食べさせてください。よそ行き顔？いつも私普段どんな顔してるの？あ、ライフが。おいしい。もう頑張ってきたから、今日は本当にご褒美ですよ。ご褒美だ、ご褒美だ。もぐもぐ。かわいいのはいつものこと？そうか。ありがとうございます。すっぴんで配信するときもありますよね、私。もぐもぐしてるのかわいい。嬉しい。ただ食べてるだけなのに。ただ食べてるだけなのに。幸せですね。久しぶりにパンケーキ食べた。
もぐもぐ。あ、じゃあユーザーさんからの思い出を募集したいと思います。皆さん、私の配信、今までの配信で思い出せることをいっぱい思い出してください。で、その中でこれだって思うエピソードをコメントお願いします。何ですか？あー、100人一周腹筋配信100人一周配信しましたね。100人一周は結構始めたばっかりの時に何しようかなって考えて、そしたら100円ショップで100人一周を見つけて、それでめちゃくちゃその札でボケるっていうことをしてましたであと腹筋はあれ500日記念かな、500回腹筋をしました。はい、その頃から見てくれてるのね。500回腹筋本当にきつかった。で、なんか1000日達成した時に、次は1000日1000回腹筋だねって言われて、さすがにちょっと分かりました頑張りますとは言えなかったよねカラオケもね、ハワイからの配信もありましたねハワイから私配信させてもらった時もありました。はい、本当にハワイに行きましたよ。はい、あの時は本当に暑かったですねハワイです。ハワイは何ってね、思うよねなんかハワイっぽい海の背景を壁に立てて、ワンピース着て、でなんか炭酸ジュース飲みながら、今ハワイにいますってうん、嘘ついて配信しましたね。はい、じゃあ私はパンケーキ完食して次のコーナーに行きたいので、ちょっと皆さん待ってください。美味しい、止まらん。懐かしいなぁ。でも基本的にみんなの思い出は愛こじの日とかカラオケとかが結構印象強く残ってるのかもしれない。モノマネ？全部食べました、イエーイはい、じゃあパンケーキ作りはここまでにしておいて、ちょっと避けますか。美味しかった。今日も私はパンケーキをきれいに焼けてましたね。そろそろ料理番組に出られるんじゃないでしょうかちょっと焼けて、あ、これちょっとラップしとこう。
エプロンを外す。てってるー。それでは次の企画に行きたいと思います。ここからはよそ行きの顔なんて言わせません。次の企画はですね、千日記念ミニライブ、イエーイ。はい、毎日配信千日達成を記念してミニライブをしたいと思います。イエーイ。ではでは、何曲か歌っていきますよ。OK ですか？マイク。あらあら。それでは1曲目をお聴きください。はい、それでは1曲目をお聴きください。ST48 で花は誰のもの？ 48もしこの世界から東京が消えたら争うことなんかなくなるのに、ポツンと咲いてるその花、誰のものかなんて、誰かと誰かが自分のものだとお互いに言い張った。どこから眺めていたって美しい花は変わらず美しい。奪おうとすれば愛はやがて踏みにじられる。もしこの世界から東京が消えたら人はみんなきっと幸せなのに、どうして何のため線を引くのだろう。そうただ一つの地球の上、ちょっと時間の問題で一番サビまでとなるんですけれども、どうでしたか？イエーイ、パチパチ、ありがとう。ダンス付きでした。はい、それでは続いて2曲目いきたいと思います。 AKB48 さんで引っ越しましたです。どうぞ。細い路地の奥、赤い屋根の隣、5階建ての古いマンションだけど、南西向きの大きな窓が気持ちよくて決めた。ワンルームが4月からの僕の城、心の隅にあった思い出すべて片付け、新しい株揃えて生まれ変わるように、oh.
いないんだ。やっと引っ越しするよ。何かのついでによってよ。ちっとも広くないのに愛の余白を埋められないんだ。ありがとうございます。イエーイ。引っ越しました。私の大好きな曲です。たくさん歌ってきました、配信で。はい、それでは早いんですけれども、次が3曲目で最後になります。聞いてください。 AKB48 さんで365日の紙飛行機、どうぞ。朝の空を見上げて、今日という一日が笑顔でいられるように、そっとお願いした。時には雨も降って涙も溢れるけど、思い通り明日頑張ろう。ずっと見てる夢は、私がもう一人いて、やりたいこと好きなように自由にできる夢。人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでゆくよ。風の中を力の限り、ただ進むだけ。その距離を競うより、どう飛んだか、どこを飛んだのか、それが一番大切なんだ。さあ心のままに、365日。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは3曲聴いていただきました。では早いものでこれで1000日達成記念の配信は終わりたいと思います。皆さん、たくさんのコメント、そしてギフト、盛り上げてくださってありがとうございます。はい、いや本当にこの1000日間、たくさん、早いよねたくさんの思い出ができて、これからも私は配信を頑張っていきたいと思うので、皆さんこれからも見に来てください。いろんな出来事、イベントがあった時に皆さんと配信の中でコミュニケーション取れるのが、すごく私にとって、元気が出るものだし、すごく楽しい毎日、楽しく過ごさせてもらっている、ものになっています。これからもよろしくお願いします。ではランキングを発表していきたいと思います。ありがとうございました。はい、じゃあランキング発表します。13位キヨさん、12位ウレシンゴさん、11位アオッチさん、10位ひなたさん、9位がケイチさん、8位がくじまささん、7位がガントチャートさん、6位が新一郎さん、5位が世紀末の人間さん、4位がカタカナのタカさん、3位がアンニョンさん、2位がシロフクロウさん、そして1位がベルビアンカさんでした。ありがとうございました。イエーイ。はい、1位、2位、3位のユーザーさんにはサイン入りチェキをプレゼントします。1週間以内にショールームさんから連絡がいきますので、楽しみに待っていてください。はい、では今日は本当に、最後までご覧いただきありがとうございました。では皆さん、明日からも配信で会いましょう。バイバーイ。